皆さんこんにちは、佐藤信長です。はい、前回の動画からだいぶ時間が空いてしまったんですけども、ちょっと今日はですね、以前あの月刊オートバイさんの方で取材撮影で行かせていただいたオルティガさんというカフェに行きたいと思います。前回はね、美味しいご飯を食べたんですけども、今日もちょっとそのご飯を、別のメニューをね、いただこうかなと思っております。浅草の近くにあります。はい、朝日スーパードライの謎のオブジェの近くにあります。はい、いやー、にしても今日は車が多いですね。高速も混んでて、今日がいつかというと3月31日、僕28歳に昨日なりまして、3月30日にイベントでお祝いしていただいたんですけども、お越しいただいた皆さん、そして配信をご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。今までね、元ブログで納車の動画と一人でナイトツーリングの動画っていうのを上げたんですけど、こういうお店に行くっていうのはちょっと初めてなので緊張してるんですけども、はい、着きました。間に合うかな、間に合ったかな。こんにちは、すいません、大丈夫でした。すいません、急に。これ、何でしたっけ、オクラの、オクラとひき肉のオクラとひき肉のスパイスパスタ、ありがとうございます。
めっちゃ美味しいです。あ、本当ですか。はい。使いますか。はい。はいはいはい。そう、あの自分でこれ貼ってバイク用で使ってる。いいですね。そうそうそう。もう何もない普通のやつ。普通の革靴に。そう、自分で当て合わせて。あ、いいですね。すいません、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ありがとうございました。またいつでも。はい、また遊びに来ます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。いや、ドカティ乗りの素敵な方との出会いもあり、そしてお店の方が相変わらずね、優しくて、いつでもウェルカムって感じなので、まだね、全然プライベートとかで来たいなって思いますね。美味しかったな、パスタ。お店の方がおっしゃってたんですけども、僕が月刊オートバイさんの取材で行かせていただいた後に僕のファンの方も行っていただいたみたいで、ありがとうございます。あのお店にシャツがあって、そこにサインさせていただいたので、ぜひまた皆さん行ってくれたら嬉しいなと思います。いやー、ちょうど気持ちいい時期になってきた。バイクがもうもこもこした暑い服着なくても快適というか、パニガーレに関しては暑いんですけど、お股が暑いんですけど、まあでも今ぐらいがちょうどいいですね。やっぱバイク乗ってるだけでいろんな出会いがあるし、楽しいですね。車に乗ってるだけじゃ出会えない人ともいっぱい出会って、はい、ちょっとね、 GoPro の充電がないので、そろそろ終わりにしたいと思います。今日もご覧いただきありがとうございました。はい、これからもね、見てくれたら嬉しいなと思います。バイバイ。